水、えー、口駅長の朝ライブ始めてまいります、まあ。昨日に続いてなんですけれども、先日、えーまあ、青春18切符の消化試合ということで、福井方面を行ってきました。で、まあ、福井鉄道と、あと越前鉄道ですね、の一部区間、あの新しくなった福井駅に行こうということで、福井まで行きまして、で、その後 JR の越美北線に乗ってまいりました。 で、えつみ北線もね、えー、まあ、去年でしたか、え、ちょっともうかなりの減便がされるんじゃないかとか言われてね、まあ、で、あと、まあやっぱりね、収支が良くないということで、廃線になるんじゃないかと、まあ、あの、言われてる、まあちょっとね、あのー、そういう路線なんですけれども、まあ今のうちに乗っておこうということで乗ってきました。 で、まあ、福井からですね、まあ、えー、北陸温泉の越前波南道というところで分岐しまして、で、く流りまでというね、まあ、結構長い猛挑戦です。まあ、本来であればといいますかね、えー、まあ、もともとの計画では岐阜まで伸びて、現在の長良川鉄道、越美南線につながって、岐阜までつながると、えー、まあ、岐阜の美濃大田までつながるという計画だったんですけれども、 えー、成し遂げられず、まあ崩れ横で途切れてるというね、まあちょうだ線猛朝鮮でございます。まあ関西とかね、えー、名古屋県からも比較的近いので、えー、まあ乗りに行ったよという方も多いんじゃないでしょうか。私も、まあ何回か乗ってまして、えー、去年も乗ってるんですけどもね、えー、まあですけれども、何度も乗ってもいい路線だと思います。で、まあやっぱりですね、平日に乗ってきたんですけれども、乗ってたのは、 18キッパーだらけ。<laughs> もう終点の崩れ横まで行って折り返すメンバーほぼ一緒 <laughs>。というね。まあ案の定と言いますか。まあ、それじゃ、それじゃちょっと困るんですけどね。えー、まあ18キッパーだらけで。まあ18キッパーでもいいんですけど、ね。 まあ途中駅で降りて観光とかをしてくれればいいんですけれども、まあ、ほとんどの方が福井から乗って前線往復というような形でした。まあ自分もその一人なんで偉そうなこと言えないんですけどね。まあ途中のね、えっ、ー、と、一条谷とかね、えっ、ー、と、越前大野っていうのはまあ近くにね、まあ歴史好きな方だったらちょっと興味深いところと言いますかね。えー お城の跡があったりとかね。まあ、いつもは、まあ、えー、まあ、本物じゃないと思うんですけれども、あの、店主が立ってたりしまして。まあ、歴史好き、ね、戦国時代好き、お城好きな方には結構、えー、まあ、そういう目的で行かれてる方も多いんじゃないかと思います。あと、まあ、えー、福井といえば恐竜ですか。えーまあ、福井駅のところもすごいですよね。あの、恐竜の、えー、 まあ人形といいますかね、モニュメントが建ってたり、えー、駅の壁面にも恐竜が描かれてたりして、まあかなり恐竜をしですね、えー、くず線の沿線にもそういう、うん、まあ博物館とか、そういうところがあるみたいです。はい。まあそういうところにも立ち寄ってみるにもいいんじゃないかなという気がいたします。で、まあね、あのー、くずり湖線えー、まあ、えー、泉北線ですけれども、えー、まあ、再来年ですか、えー と、北陸新幹線が開業しますと、平行在来線がまたね、分離して、で、福井県下の部分はですね、ハピーライン福井という新しい、えー、まあ、平行在来線のね、三席が誕生します。ということはですね、敦賀から福井の間は在来線がね、 えー、ハビーライン福井に移管されるので、越美北線がまた飛び地になっちゃいます。あの、現在の氷見線とかね、えー、っと、上花線みたいな感じでですね、飛び地になっちゃうということでね、青春18キップで乗りに行きにくくなると。えー、どうなるんでしょうかね。えー、敦賀と福井の間は、えー、通過利用、 精神18キップでできるようになるんでしょうかそうならないとかなりね、18キッパーの利用も減ってしまって、ますます、えー、存続が厳しくなるんじゃないか、という気もします。あと、ま、車窓からですね、外を見てみますとですね、えー、新しい高速道路、えー、チューブ重道っていうのが建設されてまして、多分あれが完成したら、もう本当にね、 えー、え北線を存続する理由っていうのがどんどんなくなっちゃうと。もう道路も整備されてるんだから鉄道もいらないんじゃないのと。あのまあバス走らせればいいんじゃないのというようなね、話になりそうなんで、まあますます <laughs>、えー、存続が厳しくなっていくんじゃないかなという気がいたします。 ので、えぇ、ー、まあ、精神ジャージ切符まだ余ってるという方はですね、ぜひ今のうちに、えー、み北線乗りに行かれてはいかがでしょうか。まあ、まだね、えー、北陸新幹線開業まで1年以上あります。えー、来年、再来年ですかえ二、ー、2023年度末、鶴が開業ということですので、まあ、24年の3月でしょうね、に、えー、開業になると思われます。まあ、それまでは、えー 北陸本線は JR ですので、えーま、JR のね、えー、乗り放題切符等で、えー、福井方面行けると思います。今のうちです。<laughs> はいま、何度でも行きましょう。<laughs> はい。ということでね、えー、積み奥線に乗ってきたというお話でした。えっ、ー、と、また明日この時間お会いしたいと思います。それでは皆様、良い一日を。